ブリエンツロートホルン鉄道は、スイスのブリエンツからブリエンツロートホルンの山頂へ上るラック式の登山鉄道。運行時期は毎年5月中旬から10月下旬。ブリエンツロートホルン鉄道は1892年6月17日に開業した。これは建設が完了してから2年後のことであったが、財政の困難さから開業はこれ以上早められなかった。 この鉄道は年間2万5千人を運ぶように作られたが、最初の年には5千人しか利用しなかった。旅行者は、むしろ1895年に開業した市に逃げ、プラッテ鉄道や1898年に開業したユングフラウ鉄道へ流れた。BRB は1914年8月に第一次、世界大戦のため休止されたが、戦争が終わった時点でも再開されなかった。 本質的なメンテナンスがなされ、1918年からは、途中のプランアルプから、少量の木材輸送が開始された。車両は1924年から1925年にかけて、シーにげプラって鉄道に貸し出され、メンテナンス用の資金稼ぎに用いられた。路線は、最終的に1931年6月13日に再開され、 17年ぶりに列車が山頂へ到達した。メンテナンスが続けられていたために、鉄道は良好な状態を維持していた。他のスイスの登山鉄道と異なる BRB は、電化されておらず、そのことがかえってこの鉄道を、スイスで数少ない蒸気機関車による鉄道として、魅力的なものにしている。BRB の路線延長は 7.5km で、最大傾斜は250パーミル。 5つのトンネルがある。期間は800ミリメートル。前線はアプト式のラックレールを用いたラック式鉄道。路線は海抜566メートルのブリエンツ駅のセントラル鉄道の駅の反対側から出発する。ブリューニック線の開業は1916年で、それ以前の旅行者は主にボートでブリエンツ駅に来ていた。 現在でもインターラー県からの湖船の便もある。路線は単線で3カ所の行き違い設備を持つ。最初の行き違い設備は、海抜線19メートルのゲルトリート信号場。2番目の行き違い設備は、海抜線341メートルのプランアルプ駅で、旧式の蒸気機関車はここで止まって給水する。3番目の行き違い設備は、オーバーシタフェル信号場で、 海抜は1819メートル。路線の終点は、ロートホルン山の山頂の直下に位置する海抜2244メートルの、ロートホルンクルム駅である。ロートホルンクルム駅のすぐ近くには、山岳ホテルがあり、ここに宿泊することも可能である。BRB で使用されている蒸気機関車、BRB で使用されている蒸気機関車は、購買対策として、 独特の前傾した形状となっており、客車の後ろに連結して運用される。現在では、ディーゼル機関車も併用されており、特に始発列車と最終列車は、蒸気機関車を使用しないことが多い。また、多客時の続行運転の際もディーゼル機関車、牽引列車が混合する時がある。ありがとうございます。